週刊居酒屋ジンマ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました週刊居酒屋ジンマの時間です。メイン MC で作曲家のジンマイズルです、はいはい、同じく杉山圭一でございます。というわけでですね、はい、ゲスト会、続きますね、はい、今年は2022年はゲストをたくさん呼んで楽にしようっていう企画ですね、はい、途中、はい、あの2人であの居酒屋とか行ったりとかして、あ、ちょっと美味しいものを食べるっていう放送もありましたけれども、はい、先週からまたゲスト会復活しております。というわけで今週のゲストはですね、はい、映像制作の永田正幸さんにお越しいただいてます。どうもご無沙汰しております。はい、こんにちは、永田、まあ、こんばんはですね、永田正幸です、うん、よかったですね、飲みながらやる企画。そう、え、今日も飲みながらやればよかったのに、ね、そうまあいいんですけど、はい、実はあの収録前に永田さんと2人でちょっと30分ぐらい飲んでました。もうね、エンジンがかかった状態でこれいいですね、先にこのマイエンジンという形で、ね、かけていく。知り合いのズンさんも2軒目ラジオってやってて、はい、1軒目飲んでから2軒目撮るっていう、はい、そういうことなんですよ、うん、1軒目で入れていくと2軒目ですごい回るんですよ、下が。確かにそれ面白いかもしれないですね。そう打ち合わせミーティングっていう名目でまず飲んでからで収録始めようみたいな。ズンさんの場合は2軒目も居酒屋なんだけどそれもですね、そうというわけですね、永田正幸さん、はい、映像制作ってことですね、はい、もう何者なのかっていうのをどこから説明していけばいいんでしょうかね。でもジンマ君のね、はい、あの映像とかを撮ってらっしゃったの、うん、俺何度とか。そうですね、はい、あのメイキングとかも撮っていただいたりと、ね、あの実は長いんですよ、もう、11年ぐらいですよ、うん、もう上京してすぐぐらい、2010年に上京して2011年には出会ってるんで、翌年だ。そうなんですよ、だからかなり長いんですね、うんうんうん、確か出会いが共通の知り合いの方がいて、うん、その方が交流会というか飲み会を開いて、うん、で本当少人数の会、4、5人ぐらいの会ですね。そうだね、で永田さんがいらっしゃって、うんうんうん、そこでからなんですよ、はい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 、もうそこからで、うんうん、でだから全然最初仕事とか全然関係なく、もう飲みの席にしかいないんだ。ただ飲みに行ったら、うんうんうん、ジンマさんそうそうそう、あ、一緒だ杉山さんとそうです、ね、そうずっと飲んでて、はい、だから最初に お仕事するまで 5,6 年以上かかってるんですか、ね、かかってますね、うん、ですよね、うんうん、全然、はいはいはい、なので、まあ、そういうパターンは杉山さんともそうですもんね。そう 5,6 年かかってるよね最初ずっと紹介してもらって、ね、共通のやっぱり人にミュージシャンの人にでその後ただ飲みます、あ、飲みますみたいな。そうひたすら飲んでましたね。そうですね僕そういうパターン多いんですよ。はい、永田さんですけど、はい、じゃあ永田さんどういう、映像ってもいろいろあるじゃないですか、うん、映像っていっぱいあるんですよ、ね、はい、怪しい映像もあれば、うん、怪しい映像もあり怪しい映像もありちゃんとした映像もあり、はい、あのちゃんとした方なんでちゃんとしたかどうかは分からないですけど、分からないけど、いろいろあるんですよ、その、うん、年齢的なものあるんですよね、分かんないけど今日もなんか、うん、確かに回ってるね。そうなんですよ、ちゃんとエンジンが入ると居酒屋っぽい、居酒屋っぽい、これをやっぱり目指すべきですよ ね、 なるほどね、妙なテンションっていうのは、うん、僕永田さんがもともとどういう感じでこの映像の世界に入ってきたのかってあんまり知らないですよね。ああ、そうですね、要は飲んでる杉山さんもそうですけど、もともとバックグラウンドって知らないじゃないですか、まあ そうね、そんな語らないんで、はい、うん、このラジオやってよかったなと思うのが、その方のバックグラウンドを知ることができるので、そうだね、はい、どうやってその業界に入ったっていうのを、はい、若い人とかもね、知りたいよね。一番最初永田さんが映像の世界、本当ね、僕は、はい、まあ、昔から、まあ、子供の頃から、はい、まあ、映画が好きで、やっぱそういうもんなんですね、映画が好きだったんで、まあ、なんか映像の世界みたいなのを憧れた、はい、憧れて、はい、まあ、映画が好きだったのがあって、なんかね、はい、中学校ぐらいからなんかね、はい、映像作ってみるのが面白いんじゃねえかなみたいなのが、はい、を思いついてて、はいはい、で高校で大学に行って、大学の時になんかやっぱ映像、はい、映画研究会みたいなのとか、はい、経験みたいなの、なんかそういうなんで自主映画みたいなの、その当時は8mmでしたの、あ、はいはい、カチ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 、フィルムですね、フィルムのやつをね撮ってたりしたんですけど、まあ大したものは全く撮ってないんですけども、まあそんな中で、まあ映像、まあ当時はやっぱり映像っていうと機材が、まあ音楽もそうでしょうけど、結構機材を揃えないと映像撮れないから、デジタルがないですかね。そうそう、全然デジタル、もう全部アナログだから、みたいなので、うんうん、まあ、どうやったらなんかあの映像を作る仕事つけるかなと思った時に、まあ、その当時はなんかもうテレビすげえ見てたから、はい、なんかテレビの映像、あのテレビの制作会社、まあ、テレビ局があって、うん、テレビの制作会社があって、の制作会社が作ったものをテレビに納品するみたいな産業構造なんですけども、はい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 、そこのテレビの制作会社で、はい、いわゆる AD って言われるやつ、はいはい、1週間家に帰れませんとか、うん、朝まで仕事してましたとか、うん、っていうのを
やってました。じゃあ編集側とかではなくて、普通に番組制作の、うん、そう番組制作ですね。なんで番組制作で、まあ、あの大卒で、まあ、映像制作の会社に入って、はいはい、1年目はそれこそ1週間に1回ぐらいしか帰れないみたいな感じで、うんうん、あのやっぱり子供向けのそういうもんなんですか。そういうもんでした。あの子供向けのテレビ東京でやってる64マリオスタジアムっていう、はい、あの、はい、任天堂の一社提供の番組のスタジオもののバラエティ番組作ってたんですけども、はい、毎週放送するんで、はい、毎日編集して、はい、放送して、はい、スタジオで撮影してまた編集してるのが延々1年間ずっと繰り返されるんで、今週お休みですとかないし、うんうん、そうですよね。そして僕が入った瞬間に先輩の、はいAD とかやめていなくなっちゃって、はい、なんかディレクターが 2,3 人いて僕一人 AD みたいな感じで、なかなかハードな現場に追いやられまして、で、そうですね、それがなんのまさにスタートで、なんでテレビの映像テレビ番組の制作スタートって感じですね。でもそれってほらあのやっぱ AD ってまあディレクターの下につくじゃないですか、うんうん、だから編集の下につくわけじゃないじゃないですか、うん、技術とか、うんうんうん、でもね。編集のあら辺っていうか、ある程度の編集はディレクターがまあ編集するんですよ。で、それをスタジオに持っていくと、ちゃんとした編集にしてくれるっていう作業があるんですけども、途中からね、1年目の後半ぐらいから、ディレクターが永田お前やれって言われて、あら辺から。あら辺からやり始められて、なんで俺こんなのまでやんなきゃいけないの、寝る時間ねえのになんでこんなものまでやらされなきゃいけないのみたいな。っていうので、スタジオの編集みたいなのも、なんかもう1年目2年目ぐらいで覚えてしまいました。これラッキーいいですね。今思うとすげえラッキーで、環境揃ってるし、先輩からしても、まあ、1年間現場見てきたから勝手は分かってるだろうっていう感じで、先輩もネタがで本編集はね、ちゃんとした夢のところバーってやるから、そうそう、じゃあもうあらへんだったらってなったの。そうそう、それでやらされて、はいはいはい、で朝に来て、あらできてんじゃないのみたいなって言われてみたいな感じで、なんでもその時のやっぱ経験は今にも生きてて、うんうん、まあ、テレビの放送って1秒もオーバーしちゃダメなんですよ、うんうんうん、23分45秒だと23分45秒編集しなきゃいけないっていう技術は今も生きてるっていうか、どこで調子流がどこで調子流合わせるかっていうの、そうですね、調子流の合わせ方ありますね、はい、ブレスで切るとか、そうですね、でなんかその相槌で切るとか、そうですね、とかっていうのはもう今もその技術は活用、うんうん、間を、うんうんうん、活用して、なるほどなるほど、でこれぐらい乱暴に切っても、うん、まあなんとか OK かなみたいなのも、うんうんうん、OK ラインが、そうそう、 OK ラインが OK と NG ラインが分かる、そう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 、これはもう本当に、そうですよ、しかも当時の編集機器って、うん、あのノンリニアじゃないですよ、だからもう、うん、VHSって分かります？ VHS テープで、テープを、当時、ベータカムっていうテープを、は、ベータカムのテープで編集すると、値段が高いんで、一回 VHS に、落として、あらへん、コピーするんですよ。で、VHS であらへんして、それを、タイムコードって言って、VHS の1分35秒から1分36秒まで使うっていうのを、ずっと、メモる。100カットぐらいメモるんですよ。4時間か5時間ぐらいかけて、はい、あれ永田これ1カット足りねえけどこれ合ってるとかって言われたりとかっていうの、全部電卓みたいなのをチェックして、そうすると23分45秒とかになってっていうのを延々とやってました。1年目2年目はすごいフレーム、ドロップフレームで計算したよね。そうそう、フレーム、うん、そう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 、でもなんか意地悪のように細かいなんか見逃すようなカットとか入ってたりする、うんうんうん、あれなんでも入ってないんだとかって言われたすごいなそれはすごいすごい世界ですね。それでも締め切りにちゃんと間に合わせなくちゃいけないっていう、そうそうそう、スタジオももう10時から撮ってんのに、それがあの起こすのが間に合う、チェックするのが間に合わないとやばい、これやっぱスタジオね1時間ね何万円ってかかっちゃうから、遅れちゃうと何万円のロスだから早くやれみたいな感じで、そうなんですよ、そんなのやってたのがスタートです。映像業界に入ったのはすごい一番大変な時期ですね、うん、今なんてすごい簡単になっちゃいますよね、パソコンの PPP とかプレミアとか簡単にできるようになっちゃって、そうそうそう、ノンリーの PC パソコンで、そこでもいわゆる現場叩き上げ、現場叩き上げですね、 そうですね、うんうん、そのままそのテレビの業界にどっぷりいた感じなんですかね。だからそのまま最初の会社は4年ぐらいで辞めて、また別の次の会社に、まあ同じようなテレビの会社だったんだけど、制作会社だったんだけど、まあそこの会社はテレビも作りつつ、なんか CM もちょっと作ってて、なので CM の
制作みたいな感じで、はい、そんなのはね、CM って言ってもね、雑誌とか漫画とかの、なんか、うん、本の CM みたいなのを作ってて、それが、実写じゃなくて、モーショングラフィックって言って、まあ今だと、ほら、はい、映像をなんか、動かして、なんかね、はい、作る CM みたいなのが、まあ主流だと思う、うん、のもあるかと思うんですけど、当時そういうのも、当時やってるところに入って、うん、モーショングラフィックの演出みたいなのも最初はなんかスタジオでやってたんだけど、あれこれ俺 PC でやったら自分でもできんじゃねえみたいな感じで。PC って何でした？それね、ちょうどね、パーマックの G4 が出た頃です。G4 が出た頃ですね。だから僕はそれぐらいだったんで2000年ぐらいですね。2000年ぐらいですね。だからちょうどね、ミジノポリタンク。うん。で、ノンリニアの編集もその頃出始めたんだけど、まだ現場とかではそんな使えねえよなんて言われてたんだけど、そんなことないと思うけどな、使えると思うけどな、みたいな感じで一生懸命、ノンリニアのやつ。2000年ぐらいだと当時、プロツールスがそんな感じなんですよ。ギリギリ、スタジオで使えるか使えないかの議論がやっぱりプロスタジオであって。編集もそんな。2000年ぐらい、そう。編集もそんな感じで。とはいえ、これ絶対、次の世代全みんなこれになるから、今のうち覚えておいた方がいいと思って、それ、ノンリニアの編集覚えたし、フォトショップとかイラストレーターとか、まあ、ほぼほぼ使ったことなかったけど、もう自前で、高かですね、当時は。やって。でも、当時のフォトショーとかも全然今と同じぐらい分かりやすかったですよね。うん、分かりやすかったよ。そうそうそう。あんまり根本的な機能変わらないですよね。そうそうそう。変わらないですね。そうそう、これ覚えておいたら絶対よくなっただろうなと思って、勝手に。うん。その、覚えた時は別にあんまね、仕事とかにあんま役に立たなかったけど、まあ5年、10年したらすごい役に立って。そうそうそう。で、それの、その、モーショングラフィックの CM とかも、最初の3、4年ぐらいはスタジオでやってたんだけども、途中から自分で作れる、PC で作るようになって、まあ仕上げだけスタジオぐらいな感じでやってたんで、結構それで、演出方法とかどうやったらなんか間をどうやるといいかなみたいな、そういうのをなんかノウハウが蓄積されてきて、なのでテレビ番組を作るし、なんかそういった CM も作るしみたいな感じでやったりして、そうなんだかんだできることをなんかやってたらどんどんなんか増えてきちゃったみたいな感じで、なんかジマさんになんかさっき話したら似てるかなみたいな話言ってたんですよ。なんか要求されたこととか、興味あったことをやってるうちに何でもできるようになってきてみたいな、それが仕事になっててみたいな感じで、だからなんか与えられた仕事で何とかっていうよりは、結構自分で興味持っていろんなこと手出しちゃう感じが、永田さんと近いなと思って、お話を伺ってると。そうするとなんかできることがいろいろ増えてきちゃって、でテレビ番組もやってて、まあさっきスタジオ番組やってるとか言ってたけど、なんかロケの番組もなんかね、7年間レギュラーやった番組、地方47都道府県全都道府県に回って農家さんとか漁師さんとか取材する番組みたいなのがとかやったりして、そうするとねスケジュールをね、分単位でね地方ロケに行った時の分単位のスケジュールを組めるようにやったりとか、永田あのなんか友達のと旅行に行くときスケジュールとか組むことたまにやるとか、まあ俺がやるんだけど、そうするとなんかほぼスケジュール通りに、どうせこいつらはこれぐらいでこれくらいここにいるだろうに全部読めるようになってやるの。なるほど、すごい。ここでバス多分30分待つ。そう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 地方行くとね、そんな走ってないから。そうそう、なるほどなるほど、もう現場でいろいろ覚えてた感じなんですね。もう興味をあることをどん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 勉強してって飛び込んでって、もうなんか永田さんのスタイルって、ね、来た仕事はあんまり断らないってイメージ。全然全く断らない。そう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 。で、面白そうと思ってやって。面白そうかどうかが基準になってる感じがあって、僕もそれに似てるところがあって。そう、あるあるある。そう、だから常にやってることが変わっていく感じがあります。なんか年ごとにもう。本当ね、変わっ。はい。積み重なってる感じ、どっちかっつーと、やってる、はい、やっぱりね、自分の中でやっぱテレビ番組のスタートなんで、まあなんとなくね、1年に1本ぐらいテレビ番組は作ってみたいな、はい、作りたいな、テレビ大変なんだよ、もう拘束時間長いし、ゲラ安いし、もう今となっては、ね、別にテレビやってるからってみんなすごいねってもう言わないし、なるほど。とはいえ、なんかね、自分の中ではなんかそういうのもあったりするので、そういうのもありつつ、どんどん、で、新しいこともやっていけると、嬉しいかな。やっぱりテレビってやっぱり映像制作の中ではすごくなんか特別な領域なんですか？
映像制作やる側からさ、そうでもないです。僕の中でも全然もそうでもないけど、はい、やっぱりテレビの中にいる人にとっては特別な感じだったりするんじゃないかな、はい、今 YouTube って出てきたじゃないですか、うんうん、でテレビ業界の人が YouTube に流れてっていうイメージがあって、うん、その特別感がなくなってきてるのかなとか、どうなんだろう、その中田さんにとって YouTube とテレビとか どう考えるのかな。もう全部フラットですよ。だから YouTube って言ってても、はい、ね、今 TikTok があったりさ、はいはい、それこそなんか、はい、あのね、ライブ配信のね、はい、ミクチャとかさ、はい、あの17ライブとかさ、はい、もう本当にいろんなジャンルがあるから、それに捉えられてると、はい、あっという間に時代遅れになってくるから、もう自分が好きなことをやってみんなを楽しませるのが一番じゃないですかね。なんで方法手段としてはね、 YouTube でできればいいし、私はライブがいいっていうんだったらね、まあ音楽もそうでしょうけどね、ね、ちゃんと作り込んだ音楽を提供するのか、いやもうライブがね一番っていうのかっていうのなんで、まあ、だからどれが一番とかっていうことはないと、なるほど、ね、あの手法を、はい、テレビってどっちかというとなんかこうなんだろう、ああいう番組の手法っていうのがあって、あの街録チャンネルって YouTube であって、はい、あ、そう、あれなんかもう完全にテレビが上がりの人がっていうか、そうですね、YouTube でそのまま番組の構成のでちゃんと、ね、話のフックちゃんと作って、はい、どこで締めるかってやって締めてっていうの感じだって、うん、やっぱそのままね、やのスタイルでガチッと面白いもの作れる人もいるな、ああなるともうスタイルの問題だよなって、単純になんか技術とか編集とかっていうよりは、ああなるほど。でとはいえ、あの VTuber のね、取りっぱなしの自分でザクザク切ってみたいなのし、あのそうそうそう、なんだっけ、あのなんだっけ、あの人、あのガジェット紹介するジェットさんって言って、忘れてた、ガジェットの人、ガジェットの人、うん、ほうほうほう、あのジェット大輔さんって人、相葉大輔さん、そう、あの人なんか、あのまあ YouTube でよくある、あのどんどん喋ってって、はい、どん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 間をカットして、うんうん、どんどんやっていくスタイルの編集とかと、そう、うん、みたいなのもあるし、はい、いろいろあんな、うん、見せ方っていうのは、うん、っていうのは、うん、そう、最近のテレビが YouTube の編集よりっていうか少し参考にしてるのあるのかなって、逆にってこと、逆に、まあ、ね、どうだろう、若い人がもうね、はい、自分の時間を無駄に使いたくないっていう意識ありません？だから倍速にしたりとかですね。そうそう、私たちの時間ってこう、はい、こんだけしかないのに、うんうんうん、無駄な映像を見せられるのが嫌だっていう感覚から倍速とか、あとそれいいねがたくさんついてるのを見るとか、再生回数を見てそれを見るとかっていう、結局なんか自分の無駄な時間を使いたくないっていう視聴動機からなってきてるので、まあ、そういうのが考えると、まあ、あとテレビもそのまんま YouTube じゃないにしろ、はい、あのオンデマンドの、はい、TVer とか、はい、まあ、YouTube にも直接アップする時もあるかもしれないけど、はい、結局は冒頭の30秒とかでこの番組面白いかどうかっていうのを、はい、あの、チェックしません、はい、っていうような作りになってきちゃってるので、まあ、テレビももともとそういうんだったんだけど、それがまあより顕著になってきてるかなと思うので、Netflix の映画とかも、はい、あれもう配信が、あの、一番だから、冒頭に面白いところ、持ってくるような編集になってるんですよ。昔の映画ってなんか冒頭はゆっくり、なんか引きの絵からゆっくり見せて、あ、どんな世界観に入っていくんだろうな、みたいな映像編集だったのが、あの、配信用の映像とかだと、多分まあ、途中からプロデュース、多分監督がプロデューサーに言われて、頭に面白いところ全部詰め込んで持ってこいみたいな感じで。今、音楽もそうですよね。まあ、ギターソロ聴かなくなって、弾かなくなって。とかもそうですし、あの、Spotify とか、サブスプリクション系は、イントロいかに短くするか。だからもう、サビ始まりで歌始まりから始まる。多分、昔からね、結構サビ始まりはラジオとかいろいろ。イントロ長いの聞かれないみたいな感じで。そう、ただ、この前、議論になった、あの、ギターソロ聞かない。聞かない。ギターソロは飛ばされるって。最近の音楽はギターソロは飛ばされちゃうので、議論になってましたけど聞かないよねっていう。まあでも確かに、まあ、ギターソロ自体少ないなって最近はあまりないなと思ってて、パソコンベースで物事を見ると、はい、ほらすぐ飛ばせるじゃない、うん、次とか、そうそうそう、あの、うん、テレビ番組でも、うん、せいぜいこうチャンネル変えるぐらいしかできなかったし、うんうんうん、映画館なんか絶対逃げられないから、うんうん、まあ長いもの見せられたんだけど、うんうんうん、飽きちゃうとね、すぐね、そうネットフィスのチャンネル変えるどころか、うん、他の娯楽見始めたりとかする可能性もあるかな。僕も無意識にそれの感覚がついてるなって実感したのが、テレビで、あの、最近ニュース番組見た、夕方のニュース番組見た時に、うん、あの、ニュース番組、テレビのニュース番組って先に結論言わないんですよ、うん、今日スーパーでこんなことがありました、ここで
この男が来て実はこんなことを言ったんですって言ってリポーターが出てきて説明した時にいや先に結論言えよみたいな感じでイライラしちゃったんですよ。あとスーパーでコンビニ強盗がなんだっけな、アメリカのサブウェイかなんかでサンドイッチを頼んだ人がマヨネーズが多いから射殺しちゃったっていうニュースなんですけど、その原因は実はこうだったんですって引っ張るんですよ。引っ張りすぎじゃない、今度引っ張るのがイライラしちゃって要は YouTube とかその時代に自分が慣れちゃったのかなと思って、うん、先にテレビって全部伸ばすんですよ。 その CM とか CM 見せたいからね。それがあるんで、うん、それでちょっとイライラしたってのがあって、あこれがもしかしたら10代とか若い人はもっとせっかちになってるのかなと思って、うん、だからちょっとテレビの方が考え方を変えなくちゃいけない時代になってるってことなんですかね。どうなんだろう、どん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 見なくなっちゃうのかなって、この引っ張る感じをずっと長くやってしまうと。あとなんかちょっと最近心配してるのが、はい、あの若い人が新しい音楽に、はいはい、触れる機会ってどういう機会なんだろうなっていう風な感じで、結局自分がSpotify とかでなんか自分が好きな音楽、あそっか Spotify だとリコメンドでなんか同じ似たようなジャンルで来るのかな、なんかそういうので新しいの見つけるのかな。僕も Spotify で最近なるべく聞くようにしてるんですけれども、あの適当に聞いてると、あの適当に流れてくるチャンネルみたいのがあって、うん、そこで新しいのを吸収してますね、うん、だからなんか今この人が話題だからっていうのは僕もどこで探していいかよく分かんなくて、うん、そのなる、その再生で飛ばしてるうちに、あこのイントロなんだろう、 こ, のあこれいいなって、名前なんて言うんだろう、こういう人なんだなって、いいねのボタンを押すんですね。そこでそうするとそれに関連したなんかうまいことレコメンドそう、ね、似たような方が出てくるんで、可視化できないので難しいんだけど、うん、割と昔よりも口コミ力が強くなってる気がします。知り合い同行の人とかと仲良くなれて、インターネットで、はい、あこういうのあったよって言ったら、うんうん、わすげーとかっていう、その人づてで伝わるっていうラインだったりとかっていうのフォームが確かに見えないんですよね。見えない、インターネットのリコメントと違うから、ここを見ておけば今のトレンドが分かるってものがなくなってしまったんですよね。笑っちゃったのほら今優先頭紹介コーナーまで、そう、はい、というわけですね、別撮りしました湯島チョコちゃんによります優先頭紹介コーナーの時間になります。湯島チョコちゃんが世界は問い回ってませんけれども、いろんな場所の銭湯とかサウナとか豆知識、はい、豆知識とかも紹介してくれたりする、すごい水をこよじまー石間チョコの悠々戦闘紹介コーナー、はい今週も始まりました石間チョコちゃんによります悠々戦闘紹介コーナーの時間です。チョコちゃんこんばんは。はいこんばんは。はいというわけでですね、このコーナーは石間チョコちゃんが、まあ、全国のいろんな銭湯とかサウナとか豆知識とかいろんなねことを紹介してくれるというコーナーになっております。というわけで、はい、今週はどころのサウナですかね、銭湯ですかね、いろんなどこを紹介してくれるでしょうか、はい、今週は、うん、蔵前にちょっとオープンしました会員制のサウナのサウナ&CO ってところをご紹介させていただきます。ほうほうほう、サウナ&CO、 ほうほうほう、はい、ほうこれ全部横文字なんですね、サウナも全部英語で、はい、横文字で、CO、はい、なんでしょうかこれ、どういうことですかほうほうほう、うん、ここなんですけど、うん、まあ、最近ちょっと個室サウナっていうのはかなり増えてきたんですよ。でやっぱり銭湯とかのサウナが人気になってきてて、まあ、局所的にではあるんですけど、うんうん、もう入るのに1時間待ちとか2時間待ちとかするようになってきてしまってて、ちょっと私は混んでるサウナは苦手で、混まないサウナとか人に合わなくて済むようなサウナが実は好きで、でまあサウナ&シオさんはあの会員制で完全個室サウナなんで、うん、まあ、他の人にもほぼ合わないし、まあ、ここちょっと面白いのが、うんうん、まあ、サウナなかなか男女で入れるとこ少ないんですけど、ここ男女で入ってもいいらしくて、うんうん、そうなんですよ。で友達誘ってちょっと行ってきたんですけど、まあなんか温度が85度とかで、サウナ室の設定温度自体は結構ぬるそうに感じるんですけど、お風呂あのそのサウナ入ってる体感自体が結構ちゃんと100度あるような暑さがあって、まあ、サウナとしてはちゃんと使えるものだし、なんと珍しいんですけどこれ系って水風呂本当に設置しないんですよ、なかなか、ね、設置しにくいっていう事情があるんですけど、まあ、で水風呂がここちゃんと一応ちっちゃいんですけどちゃんとあって、で外気浴スペースもすごいあの緑が生い茂ってておしゃれな感じなんで、まあ、写真撮る
分にもすごいおしゃれで写真撮れますし、まあ、デートとかね、なんかなかなか友達男子でね一緒に行ける子って、ね、行けなかったりするんですけど、サウナ好きの友達誘って行けたりするんで、あのめちゃめちゃおすすめです。はあ、デートで使えるんだね。そうなんですよ、でデートで使える、ね、混浴的なコンサウナっていうの、うん、そういうのができるってなかなかないっていうか普通ないんだよ ね, ね、ない、うん、ここしほぼここしかないような感じってことだよね。そうそうそう、で着替えるにしても一応女子更衣室みたいなのがあるんで、まあ、着替えたかったらそっちでも着替えられますし、まあ、使い方いろいろあるなと思って、うん、下のカフェとかもおしゃれだったんで、ぜひよかったらデートとかに使ってみてください。はい、なんかすごい楽しそうなね、新しいサウナですね、というわけで、ゆしまちょこちゃんによりますゆゆ銭湯紹介コーナーでした。来週もお楽しみください。はい、というわけですね、はい、今週は映像制作の中田正幸さんにお越しいただいてます、うん、で中田さんは来週も引き続き2週目も、はい、来週もやるんですか、引いてないですよ、日本撮りですからね、じゃちょっとギャラ倍にしてもらえるかな、ギャラお酒ってこと でこのラジオはですね、最後に挨拶せーのって言ったらお仕事くださいで終わります、はい、でこの曲の終わりをめがけていきます、せーの、お仕事くださいさー